そろそろ終わりかな。次、ミドガル魔剣士学園生徒、シド・カゲノウ。シド・カゲノウ、なんてこった。この試練に挑もうだなんて見上げた若者もいたもんだぜ。選択肢その1、諦めて試練に挑戦する。選択肢その2、逃げる。これはボツ。選択肢3。シド・カゲノウ、危険とみなすがよいか。あの光は、はあれは、まさかシャドウ。選択肢3、うやむやにする。我が名はシャドウ。影に潜み影を狩る者、聖域に眠りし古代の記憶を。古代の戦士が現れる。僕らは同じ感覚を共有している。戦いとは対話だ。足の運び、全てに相手の意志がある。それを読み切り、互いにより良い回答を重ね合う。それこそが戦いだ。思ったより粘るようですが、実力の差は歴然の様子。嬉しいよ、ヴァイオレットの瞳の君。僕は久しく対話らしい対話ができずにいた。あなたと話せて嬉しいんだ。だからこそわかる。残念だよ。全力の君と戦いたかった。